はい、こんにちは。愛犬と楽しくお出かけチャンネルのニコです。今回はですね、今私ハリゼットカーゴの中にいるんですけども、こちらのカーテンですね、カーテンをちょっと直してみたいと思います。はい、というのはこちらのカーテン、今広げるとこのような見た目になります。ちょっとね、横から見てみましょう。ここにですね、かなり隙間があるんですよね。この隙間があることによって、この窓から部屋の中がこう見えてしまうというのもありますし、それからカーテンが室内側に来てますので、単純にこの室内空間が狭くなってしまうという、そういう欠点があります。ですので、このカーテンをね、もうちょっとこう窓際に寄せたいと思います。まずはね、カーテンを外すところから始めます。はい、外れました。次はこのカーテンレールを外します。続いてこのカーテンレールのベースですね、この部品を外していきます。今まではこの辺りについてたんですけども、これをこういう風につけたいと思います。1個つきました。これをね、前の方 1,2,3 箇所、後ろの方3箇所つけていきます。はい、ベースを取り付けました。全部で6箇所ありますね。はい、では次にこのカーテンレールですね、これをね、切っていきます。カーテンを後ろの部分と前の部分に分割しますので、まずはこの幅にね、カーテンレールを切っていきます。切る道具はこちらを使います。これは何かというと、プラモデル用の、まあ、大きなニッパーといいますかね、本来プラスチックの板、プラ板を切るものです。こちらを使えばこのカーテンレールはスパッと切れますので、これを使って切っていきます。スパンと。はい、では続いてカーテンを切ります。さっき切ったこのカーテンレールの長さに合わせて切りたいと思います。はい、まず印をつけてから、はい、ハサミでカットしていきます。このカットした部分がほつれやすいので、はい、ライターでね、ちょっと炙っておきます。こう炙っておくことによってね、ほつれ防止になると思います。はい、でこのカーテンなんですが、実はこういう風に取り付けると、この穴ですね、この穴から外から中の様子がちょっと覗けてしまうんですね。ですので逆さまにして、そして小さい穴を開けてカーテンを取り付けるようにしたいと思います。穴を開けるところに印を打っていきます。次にですね、このカーテンに穴を開けていきます。穴を開ける方法なんですけども、こちらですね、これ100均のダイソーで買ってきました穴開けポンチです。7ミリの大きさのものです。でこれの本来の使い方は、下に台を置いてポンチを当ててハンマーでスコーンと叩くものだと思うんですけども、これがですね、やり方が悪いのか何回やってもうまくいかないんですね。ですので今回はこれを使います。この電動ドリルにポンチをスポンと差し込んでですね、固定します。こいつで穴を開けていきたいと思います。はい、開きましたね。そしたらこの穴もほつれないようにライターで炙っておきます。はい、次の工程ですね。次はこのハトメを使います。ハトメを使ってこちらの開けた穴をね、保護していきたいと思います。これはちなみにですね、ダイソーです。ダイソーで買ってきました。80個入りで100円ですね。はい、でこのハトメを止めるためには、当然止める道具が必要なんですけども、これです。ハトメパンチ、ダイソーで200円です。ですのでこれ300円でこれが揃うということですね。こちらを綺麗に見せたいので、まず裏返して、下からこのハトメをね、差し込みます。でハトメパンチの上に置いて、グッとグッと握ります。はい、そうするとね、こうやって打てるということになります。ただね、これちょっとね、まだ緩いんですよ。カーテンが薄いのであんまりしっかり止まらないんですね。ですので仕上げにこの台の上に置いてハンマーでね、叩きます。はい、これでこうね、綺麗に仕上がりました。はい、できました。次にカーテンレールの、なんていうんですかね、止めるものを止めていくんですけど、これね、ちょっと返しがきついので、ニッパーで返しをね、切っときます。はい、今返しを切りました。この返しを切っておくことによって、カーテンにスルッと取り付けることができます。はい、こんな感じですね。はい、カーテンはこんな感じになってます。ではこれをね、このベースの方に取り付けていきたいと思います。はい、これで1箇所完成ですね。だいぶすっきりしましたね。でこういう磁石を買ってあります。これでね、最後この辺りをパチンパチンと止めて、はい、パンパンと止めると、これでもう外からはね、全く見えなくなると思います。はい、ということで作業終わりました。カーテンを窓側に寄せたので、この空間がね、ちょっと広くなった気がします。またちょっとね、これでまた車中泊行ってみてお試しということになりますね。はい、では夜になりました。カーテンを閉めていただきましょう。どうぞ。そこを磁石で止めるわけですね。はい、下はどうなってるんですか？下も磁石で
思います。その磁石なんですよ。これは100均でセリアで買った、まあこんな両方ともこっちにもこっちにも両方磁石が入ってて、いたとくっつく、うん、それがなんかちょうどねここにあのつけとけるから、これを使います。はい、はい、でなるべく引っ張って、なるべく引っ張ってつけます。はい、はい、で全部締めていきます。後ろも、はい、じゃあ締めてみましょう。でここを最後やってください。はい、OK ですか？ OK です。はい。はい、では見てみましょう。今ちょっと夜駐車場に来てますけども、うん、光漏れてないですね。漏れてない、漏れてない。おー、こっち側どうかな？あ、ちょっとここ光が漏れてる気がするけど、まあまあいいですね。はい、前の方は、こんな感じですね。うっすら、まあ中で電気がついてるということは分かりそうですね。近づいて見てみましょう。お、お、お、ほぼ分からないですね。まあここまで近づく人は ほとんどいないと思うんでね。うん、こっちは全く見えないですね。本当に近づくと、まあ、見えないことはないかな。天井が見えそうですね。はい、ここが後ろで、はい、反対側、そうですね、ギリギリまで近づいて天井が覗ける程度ですね。人を見ることは、まあ、できなさそうですね。はい、夜のカーテン閉めた状態ではこういう風になっております。だいぶ改善されましたね。良かったです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでカーテンこれで完成でございます。あとは何をするんですか？あと、そう、収納ですね。収納やったらまあ大体完成ですね。そう、収納。収納どうするつもりですか？収納はカラーボックスの横向きの平らなのを買いました。それをやったら大体完成ですかね。天井の収納も欲しいけど。なるほど、そのあたりを解決できる方法もきっと多分あると思いますんで、このハイゼットの完成形が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。以上、愛犬と楽しくお出かけチャンネルでした。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。